はいどうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします VIP です。はい、ということでですね、本日藤波慎太郎物語最終回です。はい、おそらくこれが最終当番になりますね。まあカレンダーを見る限りおそらく最終当番なので、まあね、もうこれまで長い間ご付き合いいただきありがとうございました。本当にもうクライマックスは多分おそらく無理なんで、もうこの試合が最後になります。はい、なので皆さんその目でしっかりと最後の勇姿を見届けてください。お願いします。では行きます。はい、ということでやってきました。すごい綺麗ですね。もうね、僕ねめちゃくちゃ久々なんですよ。もうまあけどね、最終戦なんで、もう本当にこれはね、有終の美を飾りたい。よしよしよし、いい感じいい感じ。よしよしよし、よしよしよし、オッケー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 、いい感じいい感じいい感じよ。ノーボールツーストライクです。あ、いい、よしよしよし。まず一つアウトを取りました。あ、ミサ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 。あ、かか、オッケー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 。あ、危ない。ちょっとね、プロスピエースのね配球になってしまう部分あるよね。相変わらず牽制入れとこう。おっと、今走りかけとったな。今重心が右足やったぞ。もう一度入れとこう。おお、え、あ、一人でなんか、なるほどね。古速な技をゲッツゲッツ。おい、投げろし。でっか、山田選手こんなでかないけどな。うっ、よっしゃ。これ最終戦完封で飾ったらマジでかっこよくない？あれ、こういうフォームないやん。最終戦、よし、サード。最終戦ね、完封で飾ったらマジでかっこいいよこれ、ほんまに。OKOK、捨て球ね。振るんちゃう？おい。うわ、畠山さん。最後ヒット打ちましたね。そんな窮屈なバッティングはしてない、畠山さんは。落とそう。おお、ちょっとリズム良すぎんか。おかしくないか、なんかおかしくないと言ったか。うん、しかと捨て球かな。キョッキョで、こうでしょ。おし、あれあれ、武器屋なんか顔似すぎでしょ。ちょっと待って、武器屋なんか画面の中にいるんですけど、武器屋なんかそのまま、しかも打ち方そんなん絶対違う。武器屋なん暴走のね、あの感動しましたね、チームのために。素晴らすぎるでしょ。もう5個ですよ3回で。あっごめんちゃい。走るかな、走らんか。よしよしよし、まあ、調子がそんなに良くないんですよね藤波選手。牽制、よしよし。ナバーロ、おお、見るね、いいね。じゃ梅野さんの顔に、おら、はい、もうだ。しゃ、マジで完封いくよこれ、ほんまに完封いく。よし、バッターは青木。よし、さあどうしようかな、ボール球投げようかな。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。で、外角ね。おい、ナイスボール。よい。よい。もう一度落とそう。よい。はい、モーター。あれ、なんかさ、おかしくね？防御率 7.18 のピッチングじゃねえよ、これは。まあけど最終戦ぐらい完封させてよ。白井さん、おお、真鍋さん。よっしゃ、はい、来ました。これは来た。よし、これはほんまに完封いこう。最終戦やし、もう何も笑いはいらん。最後は、はい、もうた、笑ってる笑いらんよ、笑いらん。よし、
倒れています。ここはさっきの勝負だもん。そんな窮屈に振る。ちょっとマジで前に飛んでないよヤクルト打線。おお、申し訳ない畠山さん、ゲームでは引退してない。だからあなたを三振に仕留める。インハイ、よし、あぶねえ。あゆたも打ってくるからね、一軍は。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあだ、スローカーブかな。なんてなんて、うわフランカー。さあ7球目は何か、うわ惜しいですね。麻生総理、あ、やば、やられた。最初に走ろう。さあどっちが速い、藤浪の方が速いか。ガーどうぞ行くね。いや変えるでしょここ普通。普通のプロ野球やったら変えるけどね、ここだって負けてんのにさ、ピッチャーもう交代でしょこれ。もう打つ気ないやん、武器やな。もうこれは余裕の完封勝利でしょうね。はい、サードファーストか。いやなんで駆け抜けてるし。じゃ完封したい、マジで。よっしゃ、セカンド、投げろ。どこに投げてんの。さあ怖い、ここ注意。おい、ナイスボール。いいとこ投げるな。オッケー。同じところから落とそう。あ、マジだ、危ない。同じところから落とそう。よっしゃ、さあ山田、おい。オッケー。あー、キャッチャー。これ何でも三振取れそうな気すんねんけども。はい、来た。大山一塁送球します。あ、くそ。さあ残すとこ藤浪晋太郎物語あと3回です。ちょっとね、僕目に涙が浮かんでます。はい、長かった。晋太郎長かった。一軍で終われてよかった。先ほどの打席、最後は見逃し三振、打ちました。これは取った。一塁へ。あ、くそ。さあティンが大体来ました。ティンがね、これマジホームランだけはほんまに注意しよう。失投だけは絶対投げたらあかん。際どい球、ボールになります。153キロ。よっしゃ、詰まりました。この打球はフライになっています。よしバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。よし、さあどういうピッチングをしてくるのか。バッターの中村、今シーズンの得点圏打率は2割。うわ、フランだ。中村雄平選手めっちゃ選球がいいな、さっきから。はい、モーター。さあ、あと2回で完封です。やばい、ほんまになんかちょっと悲しいな。悲しくない、みんな。どう、そんなに思い入れないか。はい、よし。いや、最後にふさわしい投球してる、これは。よし。さあ、太田選手。日ハムから来てよかったね。胸元へ持ってきました。ストライクです。ノーボール、ツーストライクです。さあ、おい。何個三振取ってるこれ。さあ皆さん、最終回です。いろいろな思い出がありましたね、本当に。ちょっとね、今ね、僕ね、1話からのね、思い出がね、今ちょっと頭の中に、まあ1話からのね、思い出がね、今走馬灯のようにね、頭の中を駆け巡ってますね。よし、何個三振取ってんだよなこれ。はい、ナイスボール。よし、完封まであと2人。うわっ、マジか。帰ないで、お願い。よし。さあ、どうしようかな、インハイ投げよう。怖いけど。よし、スローカーブ。よっしゃー。18個足。三振18個。さあ、皆さん。藤浪晋太郎物語が終わります。
さあ、あと1球です。ライト、終わっ